では、京帝国の人々とはうまくやれているのか。ああ、みないいお客さんさ。ありふれた品でも珍しいって買ってくれるし、街道も整備してくれたしね。差別もあるけど、まあいい具合に付き合ってるよ。お前たちはたくましいな。お前はまるで犬だな。人を見たらすぐ寄ってくる。それとも俺を飼い主と認めているからか。開拓によっていいこともあるし、悪いこともあるし、要は人次第だと思う。人次第。そう、現地の人だけじゃなくて、京帝国の人とももっとお話ししてみたらどうかな。例えば、ほら、そこの人とか。私、なんかまずいこと言った？Thank you.
あなたはこの間の？どうか私たちをお助けください。たくさんの小人鬼が押し寄せてきて仲間が重傷を負ったんです。なのにギルドには手の空いている開拓者の方がおられなくて、だから。わかりました、私たちに任せてください。ありがとうございます。どうかどうかよろしくお願いいたします。聞きましたね。すぐにギルドであの方の依頼を正式に引き受けてまいりましょう。ありがとう。では私は準備をしてまいります。あなたはギルドの方を頼みますね。いいかな、私もう一回レインバルドと戦ってみる。多分勝てないと思うけど、でも自分の気持ちに区切りをつけるためにも戦いたい。じゃないと私前に進めないから。今度はあんたも付き合いなさいよ。あ、違うから。この間みたく直接喧嘩するわけじゃなくって、ちゃんとした開拓者として戦いを仕掛けるっていうか、依頼を競い合う形で決着をつけるっていうか。それならあんただって文句ないでしょ。ありがとう、嬉しい。いつレインバルトと競い合うかはあんたに任せるわ。準備ができたら声をかけてね。ご苦労だったな。また今回も無事に戻ってこられました。
気にすることじゃない。好きにさせておけ。ええ、分かっています。残念ですけど、やはり本国とこちらでは少なからず壁がありますね。みんな同じ人間だと思うのですが、なかなかに難しいです。命の前に協定国も未開拓地もない。それが先生の信念だ。先生はフロンティアの医療状況を何とかしたいと、若いうちから資金を貯めて協定国へ留学し医師になった。そして今は誰でも平等に治療を受けられる施設をここに作ろうとしている。開拓者に戻ったのはそのためだ。莫大な費用が必要だからな。本当に昔からまっすぐな子だ。少し眩しいくらいだな。個人に肩入れするのはあまり良くないが、どうか先生の力になってやってくれ。
呼び出してごめんなさい。でもあなたと話したくて。あの子はあなたに何も話していないんですね。私たちの村の儀式のこと。私たちの村には守り神がいるんです。古から村を守る者が。村では10年に一度巫女を選び、守り神を慰める儀式を行うんです。儀式を行わないと、守り神は怒りからたたり神になって災厄を引き起こす。妹は今回の巫女に選ばれました。村では巫女に選ばれることを名誉としています。でもそれは巫女が儀式の代償を払わなければいけないから。儀式が終わると巫女は空っぽになるんです。笑いもしない、泣きもしない、生きて呼吸をするだけの文字通りの空っぽです。あなたのことも私のことも、あの子は何もわからなくなってしまう。村にだって守り神をおかしいと感じている人たちはいるんです。けれど古い慣習に縛られて何も言えない。だから私はなり損ないとなって村を出て、いろいろと調べ始めた。なのに、今度はあの子が巫女になるなんて。私はあの子を守りたいんです。儀式の日まで間がないからね。サクッとスパッと行っちゃおう。今日はどんなことが待ってるかな。楽しみだね。あの人から何か聞いたの？あんななり損ないの話なんか聞く必要ないよ。あの人はね、怖くて巫女を降りたの。一族の恥なんだよ。村から追い出したのにこんなところにいるなんて。私は怖くない。これは名誉だから。こうすればみんな幸せなんだから。だから儀式の日まで笑ってやるんだ。
うん。